鉄道ライトトーク。今回は阪神梅田から野田の地下化、1993年の記録です。今回はいつもと違い、車両の写真より風景の写真が多くなります。阪神地下化1993年の記録。1993年9月5日、この日は阪神梅田から野田の地下化が実施される日でした。早朝から訪問、梅田から野田駅まで歩いて切り替え工事の現場を見てきました。写真は福島駅です。この後写真を公開いたしますので、ご覧になってくださいね。ではどうぞ。
いかがでしたでしょうか。逆光、逆光や露出オーバーで黒かったり白っぽい写真も多かったのですが、今では見れない風景ですね。阪神地下化1993年の思い出。試運転一番列車は7861系の2両、7963、7863でした。青銅車の階層も珍しい。何か珍しいものがいっぱい来たような、そんな記憶がありました。2023年の今では、赤銅車は消滅、青銅車も残りわずかとなっています。阪神2000系、3000系、7861系、5151系、5261系、5311系など、今では廃車になってしまった車両も映っていますね。3000系とかは子供の頃から見ていた阪神電車らしい車両で、阪急と比べてデザインの古さを感じましたね。まあ、これこそ阪神臭さというものだと思います。京阪の車掌窓の日の形と同じぐらい個性の強い部分でしたね。子供の頃、阪神電車はあまり好きではありませんでした。しかし、この頃から何度か阪神へ撮影行くようになりましたね。阪神の車両の変化が激しかったのもあり、この阪神臭さに魅力を感じていたのかもしれません。特に3000系を何度か撮影に行った記憶もあります。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。応援のいいねボタンもよろしく。チャンネル登録まだな方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた。